8時になりました。明日8月8日木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。危険だと思いましたので、先に1分だけお話しいたします。先週お話ししたこの証券会社に殺到している問い合わせの電話。証券会社に問い合わせをしてどうするんだろうと思っていたら、問い合わせで多いのはNISAって国の制度だから元本割れはないよね。政府の補填っていつ入るの？NISAは税率が軽い口座の話です。元本割れを起こすこともありますし、政府が損失を補填してくれるというようなことはありません。NISAに批判的だった小倉優子さんが再び脚光を浴びているようですが、NISAに限らず、投資は 100% 自己責任です。これに納得できず、1ミリでも自分以外に責任を求めようと考える方は、即刻投資をやめることをお勧めいたします。政府は一切責任も補填も行ってはくれません。まずは概況、引け後に発表された有望 IR、注目の決算、その他の IR、本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、そろそろ反発期待の売れすぎ銘柄、反発を開始したかもしれない銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、期間の大量購入、急落中の好業績、高配当銘柄、最後にリバ取り候補、空売り候補、本日のバッド IR の順でお伝えいたします。本日大量の IR が出たため、確認する時間が全くありませんでした。ご興味のある銘柄は必ずご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは294ドルの上げ、プラス 0.76%。ナスダックは166ポイントの上げ、プラス 1.03%。日経は414円の上げ、プラス 1.19%。1ドルは147円31銭。円安に触れ147円台で推移しています。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1455銘柄、値下がりが175銘柄、変わらずが16銘柄、9割近い銘柄が上がった状況です。アメリカの方は、景気減速への懸念が行き過ぎだったとの見方も出て、市場が落ち着き始めています。金利が低い円を調達して行われていた円キャリトレードが、日銀の利上げと円高の進行で継続できなかったことが、ニューヨーク市場の株価の不安定な値動きにつながったと見られています。これについては後ほどお話しいたします。そして日本ですが、下げで始まりましたが、日銀副総裁の発言で急騰しています。こちらについても後ほどお話しいたします。アメリカ国債10年ものの利回りは、上昇し 3.9% 台で推移しています。日本の方は低下し 0.86% 台で推移しています。ドル円は円安に触れ147円台で推移しています。VIX 指数は 27.71、かなり落ち着きを取り戻しましたが、依然として数値自体は高い状態です。昨夜の NVIDIA は104ドル25セント、3ドル80セントの上げ、プラス 3.78%、4日ぶりに反発しています。業種別株価指数は上げが優勢な状況となりました。銀行がプラス 7.91% の値上がりで値上がり率トップになっています。ゴム製品がマイナス 2.38% の値下がりで値下がり率トップになっています。売買高ランキングも上げ下げまちまちな状況となりました。上位7銘柄が売買代金2000億円を超える活況状態です。
本日、半導体はディスコ以外は下げとなっています。銀行は上げています。昨日下げた三井住友フィナンシャルグループもプラス10.24%、大幅な上げとなりました。三菱重工は野村証券が投資判断を倍に格上げしたことが伝わり、本日大きく買われています。前日比プラス9.95%の株価上昇。ダイキンは、こちらですね。ダイキンは減益を発表し、大きく売られています。本日マイナス9.95%の株価下落。経済スケジュールは来週は PPI の発表があります。NISA ランキング次回8月12日に更新する予定です。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に引け後に発表された有望 IR です。まずレーザーテック。レーザーテックはご存知の通り、先端半導体のマスク血管検査装置がメインのメーカーです。今期経常は27%増で9期連続最高益。前期配当を39円増額。今期は58円増配。24年6月期の連結経常利益は前の期比28.8%増の820億円になり、従来予想の670億円を上回って着地。25年6月期も前期比26.8%増の1040億円に伸びを見込み、9期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、9期連続増益になる。同時に前期の年間配当を191円から230円に増額し、今期も前期比58円増の288円に増配する方針とした。直近3ヶ月の実績である4月から6月期第4クォーターの連結経常利益は前年同期比34.6%減の233億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の47.4%から41.3%に低下した。こういった内容です。本日の株価は22,170円。出来高は1000万株です。この1000万株の3分の1くらいですが、349万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは8月5日に18,665円ですので、ここが年初来最安値です。一方、5月23日に45,500円ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドになっています。株価は割高で、今回増配ですが、利回りは1.30%、低い状態になっています。稼ぐ力は強烈に高い数値になっています。次に三菱マテリアルです。三菱マテリアルは振動品で首位の総合材料メーカーです。4月から6月期第1クォーター経常は2.7倍増益という発表がなされました。25年3月期第1クォーターの連結経常利益は前年同期比2.7倍の186億円に急拡大し、通期計画の630億円に対する進捗率は29.6%となり、5年平均の31.8%とほぼ同水準だった。直近3ヶ月の実績である4月から6月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の1.0%から2.5%に改善した。こういった内容です。本日の株価は2,416.5円、出来高は144万株です。この144万株の1.5倍くらいですが、200万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは8月5日に2,201円ですので、ここが最安値です。一方、5月21日に3,352円ですので、ここが最高値です。
直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。株価は PBR が0.47倍、PER 7.0倍を加味しても割安な状態です。配当利回りも 4.14%、高配当となっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に日本発條です。日本発條は、桂花バネで、最大手の自動車部品メーカーです。今期経常を 1.15% 増益に上方修正、最高益、配当も6円増額という発表がなされました。25年3月期第1クォーターの連結経常利益は前年同期比86.7%増の192億円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の470億円から550億円に17.0%上方修正し、一転して15.0%増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。同時に4月から9月期上期の同利益を従来予想の195億円から275億円に41.0%上方修正し、増益率が4.0%増から46.7%増に拡大する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の27円から30円に増額し、下期配当も従来計画の30円から33円に増額修正した。年間配当は63円となる。直近3ヶ月の実績である4月から6月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の2.8%から6.3%に大幅改善した。こういった内容です。本日の株価は1386円、出来高は75万株です。この75万株の5分の1くらいですが、17万株の信用買い残がある状況です。1年の株価の動きは1月4日に1174円ですので、ここら辺の位置です。一方、5月27日に1903円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態です。株価は PBR 0.74倍、PER 6.6倍を加味しても割安な状態です。配当利回りも 4.55%、非常に高い高配当状態になっています。稼ぐ力も高い数値となっています。そして日本電子材料。日本電子材料は半導体検査器具の大手です。上期計上を3.8倍上方修正、上期配当も10円増額という発表がなされました。25年3月期第1クォーターの連結経常利益は前年同期比3.7倍の12.6億円に急拡大した。合わせて4月から9月期上期の同利益を従来予想の6.6億円から25億円に3.8倍上方修正し、増益率が4.3倍から16倍に拡大する見通しとなった。なお、従来の通期業績予想を取り下げ、未定に変更した。業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の20円から30円に大幅増額し、従来20円を計画していた下期配当を未定に変更した。直近3ヶ月の実績である4月から6月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の6.2%から23.6%に急改善した。こういった内容です。本日の株価は2517円、出来高は40万株です。この40万株の7割くらいですが、30万株の信用買い残がある状況です。1年の株価の動きは1月16日に1685円ですので、ここら辺の位置です。一方、7月11日に4145円ですので、ここが最高値です。
直近はこのようにレッドクロスを経た下げトレンドでの今回の IR です。株価は割安ではなく、配当は未定の状態です。次に注目の決算です。まず、場中発表分から。まず、セガサミー。4月から6月期第1クォーター経常は5%減益という発表でした。本日、この決算を受けて、このようにプラス7.79%の上げで引けています。そして、東レ。東レは上期最終を18%上方修正。この決算を受けて、本日場中はプラス5.26%の上げで引けています。そして、住友ゴム。今期最終を8%上方修正。上方修正でしたが、本日場中はマイナス7.42%の下げで引けています。そして、NTT。4月から6月期第1クォーター最終は27%減益。本日場中はプラス1.99%の上げで引けています。そして、大和ハウス。今期経常を8%上方修正。こちら、本日プラス5.57%の上げで引けている状態です。次に、引け後の発表文です。まず、ソフトバンクグループ。4月から6月期第1クォーター最終は赤字縮小。本日場中はプラス5.19%の上げで引けています。そして、ソニーグループ。今期最終を1.1%増益に上方修正。本日場中はマイナス0.08%の下げで引けています。そして、ホンダ。4月から6月期第1クォーター最終は9%増益。本日場中はマイナス0.87%の下げで引けています。そして、ニトリ。4月から6月期第1クォーター経常は8%増益。本日場中はプラス0.38%の上げで引けています。そして、富士フィルム。今期税引き前を1.4%増益に上方修正。最高益更新。本日場中はプラス2.78%の上げで引けています。そして、太陽誘電。4月から6月期第1クォーター営業は黒字浮上。本日場中はプラス5.94%の上げで引けています。そして、マツダ。4月から6月期第1クォーター経常は26%増益。本日場中はマイナス4.27%の下げで引けています。そして、アサヒ。今期最終を1%上方修正。最高益予想を上乗せ。今期配当を実質増額。本日場中はマイナス1.06%の下げで引けています。そして、クボタ。今期最終を4%上方修正。本日場中はプラス3.87%の上げで引けています。そして、住友鉱山。今期最終を1.25%増益に上方修正。本日場中はマイナス0.71%の下げで引けています。そして、ラウンドワン。4月から6月期第1クォーター経常は24%増益。本日場中はプラス0.93%の上げで引けています。そして、ロート製薬。今期経常を0.5%上方修正。最高益予想を上乗せ。配当も3円増額。本日場中はプラス2.60%の上げで引けています。そして、コーセー。上期経常が34%増益。4月から6月期も16%増益。本日場中はプラス3.35%の上げで引けています。そして、三強。4月から6月期第1クォーター経常は10%減益。本日場中はプラス3.78%の上げで引けています。そして、神戸製鋼所。4月から6月期第1クォーター経常は2%減益。本日場中はプラス2.77%の
上げで引けています。そして楽天銀行、4月から6月期第1クォーター経常は 34% 増益、本日場中はプラス 8.41% の上げで引けています。次にその他の IR です。本日 IR が非常に多いため、売買代金10億円以上の銘柄のみお話しし、売買代金10億円未満の銘柄はお見せするだけにとどめます。まずここはずっと今お話してきた内容です。そしてここまでお話ししていて、サムコと資生堂オリンパスは後ほどお話しいたします。この他に三菱ガスが 10% の情報修正、通期も増額、扶桑化学が 15% 増益に情報修正、日本新薬が 12% 増益に情報修正、最高益更新、科研製薬が 2.1 倍増益に情報修正、配当も40円増額、ライオンが 2.3 倍増益で上振れ着地、デクセリアルズが 82% の増益、東洋炭素が 31% 増益、大阪チタニウムが 51% の増益、静岡フィナンシャルグループが 25% の増益、住友重機械が 8% の下方修正、ハーモニックドライブが赤字転落、フジテックが 18% の増益、星崎が 12% の増益、THK が 40% の減益、アズビルが 21% の増益、いすゞ自動車が 11% の増益、島津製作所が 13% の減益、ケーズホールディングスが 40% の増益、福岡フィナンシャルグループが 28% の増益、ジャックスが 14% の下方修正、配当も30円減額、日本空港ビルディングが 14% 増益に情報修正、最高益更新。ここからは10億円未満ですのでお見せするだけにとどめます。まず1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目、7ページ目、8ページ目、9ページ目、以上です。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は日社でした。情報修正を発表したことにより、前日比 26.3% の株価上昇。本日、寄りで買って引きで売ると、4.3% の利益となっておりました。第2位は日本化学工業。増益を発表したことにより、前日比 24.0% の株価上昇。本日、寄りで買って引きで売ると、6.2% の利益となっておりました。第3位は MTI。情報修正を発表したことにより、前日比 20.4% の株価上昇。本日、寄りで買って引きで売ると、14.6% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。時間の関係で12位までしか掲載できませんでした。次に、本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高、15件出ております。ポストプライム、グッドライフカンパニー、海阪、メタプラネット、リネットジャパン、日本情報クリエイト、日本化学工業、アクリート、ヤマックス、シンフォニアテクノロジー、ザインエレクトロニクス、TB グループ、ブランディングエンジニア、こちら、トゥーストーンズ&サンズのことです。そして、日社、MTI、このうち日本情報クリエイトは増益です。日本化学工業は増益です。アクリートは中国の SMS 配信大手との業務提携によるものです。シンフォニアは増益です。ザインエレクトロニクスは ST マイクロエレクトロニクスとのパートナープログラムに参加するとの発表によるものです。トゥーストーン&サンズは
ユーザー数4万5千人突破の発表によるものです。日社は情報修正です。MTI は情報修正です。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はユニポスでした。前日比34.0%の株価上昇。第2位は TB グループ。前日比33.7%の株価上昇。第3位はリネットジャパン。前日比29.2%の株価上昇。値下がりの方は第1位が山へグループ。前日比マイナス15.5%の株価下落。第2位が三菱製紙。前日比マイナス12.9%の株価下落。第3位が滝上工業。前日比マイナス11.1%の株価下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄。まず NTT データグループが前日比マイナス10.81%の下落。ダイキンがマイナス9.95%の下落。三井化学がマイナス7.89%の下落。そして古川電工がマイナス7.46%の下落。そして住友ゴムがマイナス7.42%の下落です。もちろん続落する可能性もあります。このうちダイキンと三井化学は本日年初来安値になっています。まず NTT データグループ、4月から6月期第1クォーター最終は23%減益という発表をしています。この発表によって本日マイナス10.81%の急落となりました。そしてダイキン、4月から6月期第1クォーター経常は8%減益という発表をしています。この発表によって本日マイナス9.95%の急落となりました。そして三井化学、4月から6月期第1クォーター最終は87%増益という発表でしたが、本日マイナス7.89%の下げとなってしまいました。そして古川電工、4月から6月期第1クォーター経常は黒字浮上という発表でしたが、本日マイナス7.46%の下げとなってしまいました。そして住友ゴム、今期最終を8%上方修正。上方修正の発表でしたが、このようにマイナス7.42%の下げとなってしまいました。次にそろそろ反発期待の売られすぎ銘柄。現在急落と急騰で分析角度が低い状態のため、しばらく休止いたします。こちらもしばらく休止いたします。次に新規上場スケジュールです。8月21日、オープロが上場の予定です。金曜日まで抽選申し込み受付中です。次に株式分割スケジュールです。8月、ローツェと高島屋が注目の株式分割です。特にローツェは10分割、この他に東名が2分割を予定しています。そして9月の、注目銘柄としては、オービックの5分割、ニデックの2分割、ソニーの5分割、TDK の5分割、そして三井住友フィナンシャルの3分割、ソフトバンクの10分割。そして本日発表されたのが、アサヒグループの9月30日基準日での3分割、そして宮地エンジニアリングの9月30日基準日での2分割が発表されています。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。こちらが今週来週の主な決算になっています。明日は418件、さらに増える状態です。数が多いので、売買代金10億円以上の銘柄のみお話しいたします。売買代金10億円未満の銘柄を含めた全データはこの動画をご参照ください。まず、場中発表で、リンテック、ニプロ、
森永乳業、石油資源開発、引け後になると小林製薬、ネクソン、セイノー、バンダイナムコ、三浦工業、花王、サントリー食品、テルモ、カバー、リクルート、サンウェルズ、ハセコー、藤田観光、三建電機が予定されています。このうち貸借倍率1倍割れがニプロと小林製薬です。そして大日本印刷、東京建物、三井金属、フジクラ、博報堂、トレンドマイクロ、ニコン、アマダ、森永製菓、芝浦メカトロニクス、栗田工業、駿河銀行、ピジョン、リログループ、住友不動産、東急、関西ペイント、住友林業、HU グループ、三菱地所、東海カーボン、富士ソフト、太平洋セメント、レノバ、堀場製作所、テクノプロ、インペックス、日揮、レドナック、エアウォーター、ジャパンエンジン、名村造船所、日本ペイント、ペプチドリーム、浜松フォトニクス、東亜、東京エレクトロン、デジタルガレージ、DNA、三井海洋開発、パーソル、コムシス、三井 E&S、大福、TBS、国際エレクトリック、以上が予定されています。2週間分の決算スケジュールと全データはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。8月の権利付き最終日は8月28日水曜日です。だいぶ変わりましたので近日中に更新いたします。こちら通年の方も近日中に更新いたします。VL 指数を含め詳細はこれらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、海販、アドバンストメディア、インターネットイニシアチブ、桜インターネット、日本化学工業、セプティーニ、シンフォニアテクノロジー、トゥーストーンズ&サンズ、日社、M&A 総合研究所、以上が明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄、こちら来週火曜日に更新いたします。次にトピックです。本日、日銀再総裁副総裁の発言、そして円キャリ、政府過去最大の円買い、この3つについてお話しいたします。まず日銀副総裁の利上げ再考、こちらが10時53分に時事コムから出た記事です。こちらが本日の相場に大きく影響し、マイナス相場から大きなプラス相場に、変わった原因です。市場不安定なら、利上げせず、当面現在の緩和継続、内田日銀副総裁。日銀の内田副総裁は、最近の大幅な株安、円高の進行について、極めて高い緊張感を持って注視し、政策運営において適切に対応していくと強調。市場が不安定な状況で利上げをすることはない。当面現在の水準で金融緩和をしっかりと続けていく必要があると明言した。日銀は7月に政策金利である短期金利の誘導目標を0.25%程度に引き上げる追加利上げを決めた。内田氏は今後のいかなる利上げの判断に関し、経済、物価の見通しが実現していくとすればという条件がついていると説明。この条件について、ここ1週間弱の株価、為替相場の大幅な変動が影響すると指摘した。株価の変動について、政策運営上重要な要素だとの認識を示した。為替相場に関しては、円安の修正は政策運営に影響する。輸入物価を通じた物価上振れのリスクは小さくなったと述べ、再利上げを急がない考えを示唆した。このようなハト派の発言が出ました。この発言によって、こちらはドル円の1分足での変動です。この発言でこのように
大幅に144円台から147円台に3円も円安に進行しました。そして日経平均ですが、やはりこのように10時半のこの発言によってマイナス圏から大幅なプラス圏に変動しています。次に円キャリの話です。こちらはロイターから今朝方10時42分に出た記事です。円キャリー巻き戻し、まだ5割程度。財務省が7日発表した4月から6月期の為替介入実績によると、急速な円安に歯止めをかけるため、政府・日銀は4月29日に5兆9185億円の円買いドル売り介入を実施した。1日あたりの円買いドル売り介入としては、2022年10月21日の5兆6202億円を超え、過去最大。介入は実施直後に公表しない覆面介入の形で行われ、今回実施日と1日あたりの規模が明らかになった。政府日銀は4月29日のほか、5月1日も3兆8700億円の円買いドル売りの介入を行った。覆面介入はいつ介入が行われるかわからない疑心暗鬼に市場参加者を陥らせ、警戒感を高めるという狙いがある。失礼しました。こちら、為替介入の話でした。こちらが、そうですね。こちらが、その時の、為替の動きです。4月20日、このように160円を突破したところで介入に入った模様です。この後2ヶ月くらいは150円台をキープしていましたが、その後161円を突破してしまった状態です。次に機関の大量購入。本日太平洋金属についてお話しいたします。こちらが本日引け後に発表された記事です。太平洋金属シティインデックスイレブンスは保有割合が増加。こちらが保有割合6.44%から7.52%に増えたという報告です。保有株数は147万株。何度かお伝えしている件ですが、じりじりと保有割合を増やしています。こちらが太平洋金属の3ヶ月のチャートです。買い進みの途中でこのように急落したので、どう出てくるか気になるところです。次に急落中の好業績、高配当銘柄。好業績、高配当銘柄の大型株の中から日経の下げで下落した銘柄をお伝えしているセクションです。この条件でもって連日お話ししています。本日下げの第1位は日本 M&A センター。7月11日比マイナス29.9%の株価下落。本日は1.4%の上昇となっています。第2位は竹内製作所。7月11日比でマイナス29.6%の状況。連日で株価上がっている状態で、本日は5.4%の上昇。そして第3位は日立建機。7月11日比にマイナス28.1%。本日は6.2%の上昇となっています。この中で順位が高い中で、特に分かりやすい好業績銘柄としては、ヤマハ発動機あります。まだ7月11日比でマイナス25.7%下がっている状態です。本日はマイナス1.88%の下げとなっています。こちらがヤマハ発動機の3ヶ月のチャートです。このようにほぼ横横から今回の下げ相場で分かりやすく下げています。売上高と営業利益の推移はこのように売上、そして利益ともに伸びており、最高益を見込んでいる分かりやすい好業績状態です。配当も伸びており、
現在の利回りは4.21%の高配当となっています。昨日発表された決算がこちらです。上期最終が9%増益、4月から6月期も6%増益。昨日発表された決算もこのように分かりやすい好業績の状態です。経常利益の進捗状況は第1クォーター、第2クォーター、会社側から、進捗が、発表されて、経常利益の計画値が発表されていないため、進捗率は計算できませんが、第1クォーターからこのようにほぼコンセンサス通りに進んでいる分かりやすい好業績状態です。本日の株価は1186.5円。出来高は1578万株です。ヤマハ発動機は時価総額1兆2466億円。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。前期は増収、減益、増配でしたが、今期は増収、増益、増配の見通しで、好業績の見通しとなっています。株価は PBR は0.95倍、PER 6.6倍を加味しても割安な状態です。配当も4.21%高い状態です。稼ぐ力も高い数値となっています。需給は可もなく不可もない状態です。次にヒートマップです。こちらが本日のヒートマップです。トヨタ、ダイキン、ソニー、キーエンスの下げが目立つ状況です。次にリバドリ空売り、本日のバッドアイアール、本日資生堂、サムコ、オリンパスについてお話しいたします。まずこちらがサムコの非経営発表された決算です。今期経常が58%減益で着地、4月から6月期も46%減益。本日の株価は2004円、出来高は997万株です。この997万株の3分の1くらいですが、357万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは8月5日に1673円ですので、ここが最安値です。一方、4月12日に2684円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態です。株価は割安ではなく、配当は未定の状態となっています。次に資生堂。上期最終は100%減益という発表がなされました。本日の株価は4510円。出来高は394万株です。この394万株の5分の1くらいですが、76万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは2月15日に3864円ですので、ここら辺の位置です。一方、6月6日に5272円ですので、ここが最高値です。このように直近は25日線に頭を押さえられた下げトレンドになっています。株価は割高で、配当利回りも1.33%で低い状態となっています。次にオリンパス。4月から6月期、第1クォーター最終は94%減益という発表がなされました。本日の株価は2424円。出来高は726万株です。この726万株の10分の1くらいですが、56万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは2月15日に1935円ですので、ここら辺の位置です。一方、7月11日に2729円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回のバッドアイアールです。株価は割高で、配当も0.83%低い状態ですが、
稼ぐ力は高い数値になっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。